幻の巨大ザメメガマウスが水揚げされました。三重県の尾鷲港に水揚げされたのは、体長およそ5メートル、重さ1トン以上のメガマウスです。2日前に沖合に仕掛けられた定置網にかかっていましたが、大きすぎて今朝の水揚げになりました。こんな初めてやよ、50年ぐらいおるよ。サメ肌っすね。そのジンベエさんともたんやって言うの、ただ大きいなってだけのもんで上がってびっくりした。メガマウスは大きな口が特徴のサメの一種で、尾鷲港で水揚げされるのは2回目だということです。